よし、こんにちは、カメシラです。ちょっとですね、あの、物質紹介物質紹介でででで、でね、ちょっと,と,と時が、時を遡り、あの、先月、あ、5月になりました、皆さん、今月もどうぞよろしくお願いします。子供の日ですね、子供は、子供、あの、 えー、ええ今日先月に東京シネマ文化祭っていうのがやっててそこでなあカッキーさんとユウギくんと僕であのなんかねでなんか一分映画紹介 トーナメントみたいなのをやったんですよ。僕、あの、チームね。僕とカッキーさんとユーギ君は。で、他の人のチームもいて、で、優勝したのよ。まあ、この話もしかしたら前もしてるかもしれないけど。で、その時に優勝商品がいくつかあって、映画館のチケットとか、グランドシネマサンシャインの。で、その中でもこれももらったんですよ。これ何かっていうと、見てください。ここにポニーキャニオンというふうには書いてないんですけど、<laughs> カルチャーフューチャーアドベンチャー。を CFA。こう。 あのポニーキャニオンさんからもですね、あのいろいろもらいまして、それ何かって言ったらジョンウィックって映画のえー、商品です。ジョンウィックっていうあのキアヌリーブスのねあの最強の殺し屋の話あるでしょう。あれが去年コンセクエンスっていうのを。 やってたんだけど4、4作目かな。それのグッズだと思う。それをちょっとみんなの前で開封していこうかなと。見たことありますかジョンウィック。めちゃくちゃ面白いんで見てみてください。あの、プライムビデオとか何でも見れると思うよ、サブスク。今4作出てて、まあ、気になったら1作目だけでもいいから見てみはい。わー水戸水戸 <laughs> なんで茨城の地名出すんだよ。水戸うわー、すごいあ、キアルの、 ものまねできるじゃん。こんにちは。キアヌです。これ、ジョン、こいつがジョンウィックですよ。見て、かっこいいね。マジで強いからね。みんな。あんまり、バカにしない方がいいよ。これ、クリアファイルだわ。わー、かっこいい。キアヌ・リーブスさ、あの、成人エピがいっぱい。成人エピソード。めっちゃいいやつみたいなさ、収入のいっぱい、いっぱいを、たくさんを寄付してるなど、 あと一人で飯食ってるところがよく盗撮されているというね。あの姿がまたヒロイックで素敵だねっていう。こういう感じだ。これいいじゃん。これ領収書入れに使おうかな。さあ、いっぱいあるのよ。いっぱいね、コニーキャニオンさんが在庫持ってきてくれて <laughs>。在庫処分してくれてね。はい。これ何なんかこうやってなってんだけど、ほら。これ何これは、これなんだ。で、 こうしたら出てくるでここになんかついてこれ,これは本当になんだ商品名書いてないからわかんないお皿かな携帯お皿なんかキャンプ道具かなここに吊るしてこうやってしまえる小スペースでみたいなこと小麦粉混ぜかなボールっ <laughs> 小麦粉混ぜかなまあ、わかんない。ま、わかんない。これはメタリックステッカーシールだやばシールね。こういうのさ、ちょっとね、大人になって、あの、子供の頃にタンスでに貼った人たちいるでしょ僕もそうでしたけど、タンスに。僕、もうか回貼ってみようかな、こういうの。なんか、ひょっとしたら、楽しいかもしれないよね。えっ めちゃくちゃ楽しいかもしれないよね、これ。ちょっとなんかさ、家具っていうとか、あ、マックとか、マックに貼ってる人いるよね、MacBook にさ、裏側にさ、貼ろうかな、僕もステッカー。要検討ですね、これは。はい。なんか、そういうの、なんか、時代か、時代思い出なんかシールって捨てたもんじゃないなって思うわ。大人になって。あ、これいいじゃん、T シャツだやったー 今のシーズンにめっちゃいいじゃん。ほら。ダッセー。ダ <laughs> 根 <laughs> も葉もない。いや、いや、なんちゅうの、こう、ジョン・ウィックならかっこいいんだけど、ジョン・ウィックが来てたらというか、そういう世界の。僕が来ちゃダメな気がするな。あ、でも見て、よく見て、これ。わかるジョン・ウィックってね、ワンが最初自分の愛犬を殺された。 殺し屋、元殺し屋か、伝説の殺し屋が大切にしてた愛犬がいて、そいつを反社会生物に殺されちゃって、それでブチギレたジョンウミックがまた殺し屋の世界に戻って復讐をするって話なの。もう、無双するのよ。で、見て。ここにいるわ、犬が。わかるほら。で、これ車。 めっちゃかっこいいや。よく見たらほら、これ車のシルエット。ジョンウィック、車も大事にしてるからね。これめっちゃいい。ごめん。あのね、嘘嘘。ダサいっていうのは嘘。<laughs> せっかくだからちょっと着てみる。ね。しかも L サイズだから結構ゆったり着れる。あ、でもめっちゃ着やすいよ。生地すげえいいやつだ。僕ね、このグッズの T シャツで行ったら、 今すげえマイク適当にガッてやりながらやってたからぼやってなってたと思うごめんなさい僕ねグッズの T シャツよく映画のグッズの T シャツって売ってるじゃんやっぱりあん中で一番着心地がいいなって思っててずっと着てたやつが「街の上で」っていう映画の T シャツなのあれの T シャツ死ぬほど着やすくってもうずっと街の上でが2020年とか21年ぐらいの映画でしょだから3年ぐらい着ててもうこの前もうダメになっちゃったのよもうビリッてなっちゃって それに匹敵するちょっと着心地の良さかも。ジュー,キーホルダーしょ修学旅行で買うあのドラゴンが巻きついてる剣みたいなものを思わせるやっぱ中二チックだなジョイックってねその中二感もいいのよやっぱり作品としては死ぬほど面白いからねこれ, <laughs> これもつけてみたいけどやっぱ精神性が僕まだ未熟だから。 ちょっとジョン・ウィックに追いつけないからそれにしたってかっこいいな見てあのー、やっぱねそんじょそこらのキーホルダーとはちょっと違うわかっこよだって銃僕興味ないけどかっこいいなこれまあジョン・ウィックが使ってたんだろうなみたいなイメージがあるから僕もまたかっこいいなって思うんだろうな これね、質感いいな。なんかこの、結構、汚しかけてるっていうか、このホルダー部分も。ちょっと分かりづらいと思うけど。汚しかかってて。あーあああ、サナさんは映ってないかなああこれ、ジョンウィックコンセクエンスの、日本、日本が序盤舞台なのよ。ジョンウィック4って。それの大阪コンチネンタルホテル。大阪なの。大阪のコンチネンタルホテルっていう、殺し屋御用達のホテル、あの、架空のね。もちろん、ジョンウィックの世界にあるのよ。 これのやつだ、すげえ。これも、あれだ、クリアファイルだ。ほら。大阪、コンチネンタル。めっちゃかっこいいじゃん。これ、真田さんがね、真田さん映ってないか。真田さんがね、大阪コンチネンタルの支配人役で、めちゃくちゃ強いんだけど、塗ってないね。あの、盲目の強い人は乗ってる。あー、つっしゃー。これは何これ何 何これタロットカードなんだこれトランプじゃないなトランプほど枚数は多くなさそうに見えますのこれ何タロットかなねえなんだこれザ・スタータロットだと思うわザ・タワーザ・デビルとかうん書かれ方的にそうだろうなタロットだなんかタロット占いのやつだ 占い師の方いますかちょっと僕で占ってください。はい、よろしくお願いします。これ何これは何だ <laughs> いや、シンプル、シンプルだけど、ジョンウィックだよ。わ、めちゃくちゃ。まずポストカードでしょで、ポストカードに鉛筆がついてんのよ。鉛筆。何かって、ジョンウィックってね、鉛筆一つで人殺せるっていう <laughs>、やつは。 ななんだっけなワンかなんかのジョン・ウィックの武勇伝ほかの,あの反射のやつが話してるジョン・ウィックを知らないのか貴様やつはあ何とかかんとかで鉛筆1個その場にや武器はなかったにもかかわらず鉛筆1個を武器にしていや全滅させちまったんだみたいな話をねどっかでしてんの鉛筆なんじゃないだから、うん、鉛筆なんて僕久しぶりに見たかもしれない 鉛筆使わないよね、大人になってから。てか、最近は子供ももうシャーペンなのかななんだろうか、これは。あ、ステッカーだ、これもステッカー、長げ。でも見て、ジョン・ウィックのキャラクターたちがそうそうたる。ね。あ、あ、真田さんかっこいいマジで。将軍まだ見れてないんだよな。はい。で、めっちゃ強い人と、ジョン・ウィックと、あ、裏もあるよ、ほら。 こ,こ,あこれ犬,犬をね犬を従えてるコロしアの人この人もめっちゃ医薬役めちゃくちゃ強いやつこの人めっちゃ強いでこれ特殊メイクなんだよねああごめん誰だっけちょっと演じてる人の名前飛んじゃったけどあのめっちゃアクションできるあでこれはあの「イット」の「イット」のペニーワイズやってた人あのリメイクの「イットね」ねちょっとね待ってラスト大物がいるからそれの前に他の小物,小物って言ったらあれですけど他のやつ紹介するわ ラスト大物いるよ <laughs> ほらまた鉛筆ボールペンだかっこいいよジョンウィック。鉛筆を模したボールペンだねえってどうやったら出るんだ芯がんボールペンんん普通ん、ま、巻くとかかどういうこと押しても出ないしのんここか危ない危ない ちょっとこのペン先でシュンプシュンパンパンってなったら危ないあっ出た巻くんだここをねちょっと硬いけどグググッと巻くとペン先が出るもう一回見せてあげるはいいくよでてれでてててだんほらねいいじゃんボールペンなんだこれはこれはもう真っ黒真っ黒ですけどこれは何 これなんか。でもトランプっぽいな。この感じどうだ。全く違う。<laughs> 全然違う。何これ？なんだ。これちょっとなんか作りがしっかりしてるぞ。合成というか。なんか四角い。ああべべやべ。なんかここにクリップボードみたいなの。あってなんだ。これ？なんだ。これ指切りか指を切るのか。ここでん。やばい。ok ちょっと待って。 書いいてないか商品名商品名が書いてないというかねメイドインチャイナとしか書いてないな本当に何これ本当に何だと思うクリップがあり物引っ掛けるのかないやいや変だよこれで物引っ掛けるってどういうことでなんかほら見てよく見たらここここに布みたいなのが入ってんだよ布なんかゴム伸びるゴムみたいなのがわかるでこっちにも はーなんだこれはちょっとこれ何かわかる方いたら教えてもらっていいですかね <laughs> 本当にわかんないくてなんか開くとかでもないよ開くとかでもないよねあっ開きそうあ開いた開いたこれあれかなこれカードケースかなこういう風に開くわほらアクアパッツァほら これカードケースじゃないひょっとこして。ちょっと待って、カードなんか適当にカードじゃあ、うちのね、うちの事務所、マグニファイエンターテイメントが誇る名マネージャー、中谷のちょっと名刺を、こん中に。あ、ほらちょうどいいサイズ。いや、入らん入らないな。中谷の名刺入らない。ってことはカード入れじゃないのかそれとも中谷の名刺がずうずしいデカサナだけか <laughs> <laughs> そんな人間では見えないけどな心の中はや野獣が潜んでるかもなあのやさおにはあーちあー落ちたこれなんだカードが入るデカさじゃないじゃあちょっと銀行のカード僕が吉高由里子さんが好きすぎてわざわざ解説した三井住友銀行の、えー、カードを入れてみますあ入る 入る三井住友銀行の銀行に行けるカード。銀行に行けるー。あ、これ多分そういうサイズのカード入れだわ。で、こっから、わかるちょっと個人情報大丈夫かこれ。まあ大丈夫。こうやって出せると。ああ、なるほど、なるほど。まあ使わねえな。あ、これはね、バッジだね。はい。ちょっとちっちゃいね。はい。わかるね。 バッチだこうやってつけるやつだね。で、これは、あー面白い。形が、多分これ、手榴弾、のが、型の、これなんだろう、う開くのかなこれまた。中に何か入ってるよ。中に何か入ってる。多分、ゴミ箱じゃない。ゴミ入れじゃないか、これ、思うに。ビニール、開いたわ。あ、ほら、中に筒が入っていて、多分、あ、ほら、で、ここにシールが貼ってある。で、これ取って、多分、ゴミ、 ゴミ袋だと思うわ。こういうことじゃないこれ今ね、取って、ちょっと取りづらいけど、取りづらい。あ、ほら見ろって。ちょっと、ゴミ袋あるつって。あー、あるよ。はい。殺し屋のゴミ箱、ゴミ袋って言って。はいって言って。どこで切るんだこれ。ど、どこで切るかわからないが。あ、あったあったあった。はいっつって。あーすげえじゃん。緊急ゴミ袋だ。どっかに吊り下げてね。やっとけば。はい。 なりますよと、これ。あ、吐きそう、ちょっと吐きそう。車にでも吊り下げといて。あ、ごめん、ちょっと、バキバキに吐きそう、みたいになって、車用になったお友達とか。あ、大丈夫。ちょっと待ってね。今楽にしてあげるからね、って言って <laughs>。いいじゃん。楽にしてあげるって。殺し屋っぽい。であ、バシャッと取って、入って、やりなって言って。やれるやつだ。ゲロ入れ袋。さあ、そして、いよいよラスト。これ大物です。 大物。これはかなり、やばいよ。わかるもうわかったでしょ。プチプチー。すごい欲しかったやつなわけ。DVD ボックスだ。DVD っていうか、ブルーレイかなブルーレイボックスの、ジョンウィック、クアドリロジーエディション。だから、ジョンウィックコンセクエンスまでのシリーズ全4作品の本編。 アンド特典ブルーレイを集結した究極的8枚組ブルーレイだ定価すげえ !2 万九千円じゃんポニーキャニオンいいのもうポニーキャニオンの犬だ私は2万九千円、2万900円で犬になりました。ポニーキャニオンに。安い男だよ。<laughs> 買い柱安い男だよ。ええ、でもいいのありがとう嬉しい ええー、やっぱこういうリッチなやっぱ箱作りとかちょっといいよねマリグナントのブルーレイとかもうかっこいいもんねあれあまたあのステッカーがありまあ、こういうねポストカードまたもあり絵描いた人誰うまーいほらほらあら真田さんいるかしらあっこのねワンちゃん強いんだよね で、これはコンチネンタルの娘。コンチネンタルホテルの。あ、いたサ田ダさんかっこいいね。本当にね。でで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 でばはい、メロンパン入れになってません。うわほらうわこりゃ強烈だぜ 待てよ、ジョン・ウィック1、えー、ジョン・ウィックチャプター2、えー、ジョン・ウィックプラパラベラム3ね、そしてコンセクエンス。しかもさ、このバージョンの、わかるジョン・ウィックの、その、1、2、3、4のブルーレイをただ入れたんじゃなくて、デザイン、このブルーレイに印刷されている、円盤に印刷されている、この、 絵もちゃんとこれ仕様だわ。いやー、すげーなー。匂っちゃう。<laughs> なんか、こういうさ、わからんなんか、高い、高そうなもんって匂っちゃわないなんか <laughs>。って高そうなものを僕に匂う癖があるわ。なんか、高い匂いするって思っちゃう。はー、いやいや、面白かった。いや、というやつで結構長く動画撮っちゃったかな。あの、 ありがとうございます。いただきましてですね。こんな素敵なもの。まあ、これね、本当は、優勝したの僕と優儀くんとカッキーさんの3人のこのチームだから、本当は山分けするんだよ、これ。ね。だけど、優儀くんとカッキーさんが、もうくれるって言って、僕お言葉に甘えて全部もらっちゃったの、これ。あざっす。本当に。<laughs> ねえ。もうカッキーさんと優儀くんのおかげで優勝できたようなもんですからね。 いやいや、本当にありがとうございます。じゃあ、ポニーキャニオンさんもね、ありがとうございます。こんな素敵なものを。はい、そういう回でございました。ジョンウィック、みんな、見てくれよな。